はい、さんどうも吉松です。というわけで今回はですね、この本ですね、鬼賢治、向井照義先生ということで、まあこの本はね、私が学生時代買ったんですけど、なんていうのかな、当時私はこの法律関係の勉強をしてまして、こういう世界、放送の世界というんですけど、これにもね憧れまして、ちょっとこう法政の本も読んでみたということなんですけどね、ちょっと能力が足らずにですね、学生時代に通った試験はですね、行政書士だけだったんですけど、私の同級生なんかは司法書士になると言ってね、司法書士になると言って頑張ってました。その男も結局取れずに、商社にね、東京の商社なんか船舶で荷物運ぶっていう、こうそういう関係の商社に就職しましたけどね、今どうなってるのかな、7、8年後に会った時、大学卒業してまだ俺は頑張ってるって言ってましたけど、取ったったら引かないもんで、諦めた人きっと。でこの向井先生というのは、私当時受験新報というのに結構読んでまして、その雑誌をね、法律関係ので、有意株というところで出てるんですけど、これはもう法学書院というね、法学書院というところで出てるんですけど、司法試験当時、今みたいに法学部の学院出てたらっていうか、試験が簡単じゃなかったです、昔は。すごくで、だいたい500人から600人ぐらい毎年通ったんですけど、今みたいに多くないんですよね、それで、向井先生というこの先生なんですけどね、この先生がですね、中央大学出身で、戦前ね、こういう賢治になられたということ、その時のですねことがいろいろ載ってる本なんです。賢治って言うと最近クマンとかクなんとかなんとかワさんとかね、結構話題になったんですけど、当時これ賢治という戦前の賢治ですから、結構上の方なんですよね、認証官とか言って、はい、そんな感じなんですけど、この先生はですね、新法会という、会をですね作られまして、そこで司法試験の勉強をする会なんですよ。それはですね画期的なんですけど、他の学生が受けてもいいんですよ。他の大学学生がその答案のね、練習会みたいなのがあるんですけど、新法会というところで、その活動を随分長くやってみた先生です、この先生は。で戦後ですね、弁護士になられて、弁護士の話もここに載ってますけど、無罪取られてるんですよ、だから何件か、だからこの人はもう非常に珍しい、普通検察が起訴したらほとんど有罪なんですけど、この人無罪取った例があるということが書いてあります。柔らかい先生で、この先生はもう素晴らしかったのは、その新法会の活動には無報酬ということで貫き通されたという先生なんですけど、でこの先生の本、青春時代も書いてあります。受験新法の史上にですね、放送万歩というそういうコーナーがありましてですね、そしてそれが一冊でまとまった後に続放送万歩というのを書いてみたんです。私はそれを読んで、この先生が存在してたんですけど、我が合格体験記、これは司法試験の体験記ですよね。この治安維持法第1条とか、政治献金の話とか、昭和電光事件って有名な事件、この先生がやられたのかな、一員としてね。でこの21は歌あさってというのがあるので、これがまたね、色っぽい艶っぽい話なんですよ。賢治の先生が書いたと思えない、非常に豪放大学の先生なんです、この向井先生は。昔の賢治さんはなんか結構いいですね、やっぱり。で色道です、色道チャンピオンなんだ、
書いてた本とか、まあ、聖道学の九段とか、ね、聖の道の学の九段とかって、柔らかいことだったんですよ。歪本の洗礼、まあ、高等官職とか、まあ、検事って、戦前の検事はすごい偉かったんですよ。小辞儀詐欺とか、まあ、妻ってもね、奥さんとの慣れ初めみたいなことだったんです。なんか、下宿の2階に奥さんを連れ込んだって話も載ってますけど、まあ、この先生書くと、いやらしくないんですよ。全然爽やかですよね。検事任官と、赤髪検事任官と。で、戦後はですね、なんと弁護士ということになりました。で、この先生のこの本の中に居候弁護士ってかな、ここの先生の事務所、弁護士事務所に来た弁護士、若い弁護士に、君ねえと、金の、取れる弁護士じゃダメやってこと言ったらしいですけどね。まあ、やっぱりどの世界もそうですけど、やっぱり経営で生きてはなんぼという部分がありますので、検察官裁判官というのは、まあ、公務員ですから食べれるんですけど、まあ、それなりに仕事も重たいし結構まあ忙しいとは思うんですけど、弁護士というのは自分で経営する力がいりますからね、事務所、はい。そんなこんなで、まあ、鬼検事という本で法学書に、まあ、これね、向井先生のこれ著者権印っていう、こんなのが昔の書の本は随分印鑑がね売ってあります。これ向井照之書いてあります、ここにね、この印鑑付きです。うん、他の刑法に関する本も随分出してみる先生で、なかなか頭もいいし、で、これ私買ったのが昭和50年かな、49年か50年買いました。はい、そんな感じでですね、まあおそらく読まれる方はないかなとは思うんですけど、この本、まあこんな感じですのでね、もう昔の検察官こんな帽子かぶってたんですよね、なんかこう帽子を、はい。そんなこんなで皆さん、もし興味があられる方はぜひ読んでください。まあもちろん古本でしかありません。ではまた皆さん、次回お会いしましょう。